まあ、儲かるビジネスをやってるかどうかってことが大事なんですけども、これは、まあ、はっきり言ってね、儲かるビジネスをたった一人でやりたい場合って、いや、本当にシンプルに YouTube をやるしかないかなと思うんですよ。だから他に順位のつけようがないですよね。YouTube をやる、毎日発信する、たくさん動画出す、その中で受けのいい洗練された動画、これをフォーカスしてある一定期間やっていくと、ある一定期間やってくると効果が薄まっていくんで、他のテーマの動画も少しずつやっていってですね、まあ、大体9対1ぐらいですかね。人気動画を9、それから模索動画を1ぐらいの割合ですよ。じゃあ9対1で人気動画を9、模索動画を1本ということなのかって、そうではなくて、大体この倍数ですよね。だから人気動画を9ってことは、まあだからこれが10本とか20本とかやる中で模索動画を4、5本撮るみたいな、このバランスじゃないですかね。まあ9対1じゃならないですけども、まあこういうふうにやってって、常にクリティカルヒットを生み出す動画、クリティカルヒットっていうのは他の動画に比べて、まあ再生数の割合が大きいとかね、それからチャンネル登録の獲得率がいいとか、そのくらいでいいんですよね。必ずしも大ヒット作品となんかしょぼい作品っていうふうな位置づけじゃなくてもね、まあこれでいいのかなと思いますよね。でテーマほんとね、様々立てますよね。この前はソフトバンクからそれこそ、まあ、ペイペイ関連のメールが4本続けてきたんで、どんなメールが来たのかとかをね、それぞれあげましたけども、まあ、ソフトバンクグループ今回 4.9 兆円なんで、またちょっと動画撮ろうかなと思いますけどね。もう本当にね、このソフトバンクグループの純利益が 4.9 兆円ってメールだけで話し尽くせないことがたくさんこう来てますね。いろいろ思うことがあるなと思いますね。たった一行のメールだったんですけどね、タイトルだったんですけどね、ちょっとこれからソフトバンクの利益についていろいろと考えたことね、調べずに考えたことお話しする機会が増えるんじゃないかなと思います。いや、これはすごいなと思いますね。